イズリントンの地図カムゲンパッセージイズリントンはロンドン北部に位置する地区。行政区画としてはイズリントンロンドン特別区を形成している。地区を南北に走る目抜き通りであるアッパーストリートにはレストラン、ブティック、パブなどが立ち並んでいる。ハイベリーにスタジアムを構えるアーセナル FC のホームタウンでもある。アッパーストリートとエセックスロードの交差点付近に 存在するカム電パスージには骨董店が立ち並んでいる。毎週水、火土曜日に露店が開かれ、人々で賑わっている。ここからアッパーストリート沿いに200メートルほど北へ進むと、元王立農業会館、現在のビジネスデザインセンターが建っている。シティオブロンドンの北隣に位置することから19世紀に高級住宅地、ショッピング街としての開発が開始された。 劇場やコリンズミュージックホールなどの娯楽施設も建設された。しかし20世紀半ばになると、経済不況の影響を受け人口が減少し、地区のところどころに貧困害が見られるようになった。1960年代から、イズリントン地区は大規模な再開発の対象となり、その結果中産階級を中心とした流行に、敏感な人々が好んで集まるような地域に変貌した。 ニューレイバームーブメントに属する階層も多く住んでおり、トニー・ブレアは1997年の総選挙において首相に選出される以前はこの地区の住人であった。このようなことからイズリントンに住む人々は政治的にリベラル、専門職につきガーディアンの読者そしてシャンパン社会主義者であるとされることが多い。実際のイズリントンは イギリス一とも称されるほど多様な階層の人々が居住しており、暗く薄い汚れた公営住宅団地の隣に優雅なジョージアイ建築が並んでいる場所さえある。ありがとうございます。